失礼します。ユキカ、何か用か？これを返しに来ました。ん？ああ、今度の仕事先にもらった音源か。参考になりました。普段私たちが歌う曲とは少し違って。違いか。私はあまり音楽の良し悪しはわからんな。そういうのはお前たちやスタッフに任せきりだ。私もわかりません。そうなのか？お前は特に歌というか耳がいいと思っていたのだが。聞こえるのは聞こえるだけなんです。聞こえるだけ？音程の違い、発音の種類、それを再現できても意味があるのかはわからない。何が意味を生み出しているのかはわからない。意味か。確かにな。そういうものを言語化したり理解するのは難しいだろう。ただわからなくても感情は生まれている。心が動いているのはわかりました。うん。でも基準はみんな違って、私とあやさんと山田さんでも全然違ってわからない。抽出するサンプルとしては偏っている気がするが、まあそういうものだろうな。まどろめさんはどうですか？私？好きな曲はどんな曲ですか？どんな音に心が動きますか？意識したことがないな。私の好む音楽、やはりドールズの歌がバリ点上げですか？バリ誰に吹き込まれた？まどろめさんは趣味と言えるものはドールズ一択、すべてをドールズに捧げている最古にして最強のファンの鏡って、山田さんが。またいい加減なことを。あとさくらさんとあやさんとかなさんとしおりさんとれいなさんとみさきさんとひよさんとつたえさんとななみさんとみない先生と。待て、それはほとんど全員では。そうですね。普段接する人みんな。みんなそう思っているということか？はい、そうです。違うんですか？もう自分でもわからん。だとしたら客観的な意見が正しいのだろう。では最強のファンですか？その通りだ。ありがとうございます。どういたしまして。人の心を動かすものが何か、もっと考えて勉強して頑張りますね。まどろめさんが今以上にバリ点上げになれるように。ああ、期待している。ではまた。間違ってはいないが、そうか、みんなか。東京ドールズレディオ国土調査員放送局。世界が変わる。ようこそドールハウスへ。ドールハウス所長まどろめ刹那役の明坂さとみです。このラジオ番組はスクウェアエニックスのスマートフォン向け美少女タップアクション RPG プロジェクト東京ドールズの YouTube チャンネルの第3フェーズとして、
インターネットラジオステーションオンセントスクエアエニックスの公式 YouTube チャンネルでお届けする国土調査員の極秘放送です、ドールズからゲストを呼んだりここだけの極秘の話をしてさらに深くプロジェクト東京ドールズを楽しんでもらうための番組です。さあ最近といえば今朝なんですけど、私だいぶハイツイッターでして、朝になると絶対にツイッターをこうオンにしてトレンドとかを見ちゃうんですけど、たまたま今日入ってたトレンドがホットサンドアンパンマンっていうのが入っていて、見た人いますかね。なんかアンパンマンってまあ新しい顔よって言って大体アンパンが詰め込まれるんですけど、今日はホットサンドが詰め込まれたっていうので話題になっていて、神回って言われてるらしいんですよね。アンパンマンが変色してたりとか形変わったりとかっていうんで、ホットサンドは私も見たことがなかったんで、どんな感じなんだろうって調べ出したら、その過去にもいろいろホットサンドメーカーの子が出てきて、で焼き直したアンパンマンが何度か出てきているらしいんですけれども、他にもまあその顔変わったりする回があるので、いろいろ調べ始めてしまったんですよね、朝寝起きでそしたらホットケーキアンパンマンっていうのがあったりで、あれ元気100倍なんですよね。ホットサンドもホットケーキも元気100倍で、気になったのがですね、他にもホワイトクリームパイマン、もうアンパンじゃないんですけどホワイトクリームパイっていうのが元気70倍なんですって。ちょっと30倍落ちると、ちょっと原因が分かんないですけど、他にもマロンアンパンマン、こちら元気60倍でさらに40倍落ちている。で、水飴アンパンマン、こちらは甘さ100倍で元気は0となっていたりとかですね、だいぶいろいろ種類があるんだなって言って調べていて、でその中でもパッと見すごく弱そうなのを発見したんですよ。メレンゲアンパンマン、こちら元気何倍だと思います？10倍くらい。なんとこちら元気100倍と。そうなんです、もうなんかあれなんだな、強度とかではないんだな、なんだろう、アンパンマンの気分次第なのか分かんないんですけど、だいぶ種類があるなっていうのをこの長年32年間多分ほぼほぼ見ているはずなのに全然知らなくって、へえと思ってちょっとアンパンマンの新しい世界を知ったので、アンパンマン、アンパンマン、アンパンにアンパンが入っているっていうことですか。まあマトリョーシカみたいな、そういろいろあるんですね。とかなんか元気3倍みたいな時もあったりとか、勇気しか入ってない時もあるらしくて、ちょっとねアンパンマンに今更ながら興味が出てきましたっていう、そんな今週でございました全然関係ない話しちゃったんですけども、今日も元気にいきたいと思います。さて今回のゲストはこちらの方です。ようこそドールハウスへ、ゆきあかの内田真彩です。お願いします。よろしくお願いします。アンパンマンで頭がいっぱいってそうそうそう、全然気にしてなかったけどそんなにあったんだと思って。メレンゲすごいですね、強いんですね。そう、意外とふわふわなんだけれども見た目はいやもうパンでもないっていう確かにね、ホワイトクリームパイマンとかもうパイだもん。パイだもんそう、自由、あの工場自由なんですね。そう、意外といろんなものでですね、そう、すごいな、なかなか奥が深いなと思って本当面白はい、そんな内田さんは2月放送以来の約9ヶ月ぶりのですね。あ、じゃあ今年2回目になるわけですね。ま、確かに、あ、確かに、ね、リスナーさんはずっと聞いているから、うんうんうん、そうですよね、うんうんうん、毎月というか毎回毎回出てると思うんですけど、久しぶりな感じはしますね。ねえ、いや嬉しいな。でもなんか明坂さんにはの久しぶりじゃない気がする。あれ？なんだろう、でも私このラジオぶりかな気がするんですよ、こうやってちゃんと喋るの。うん、そうけどなんかこの間あったようなぐらいのなんか親近感を確かにアンパンマンお姉さんとかアンパンマンのようにアンパンマンというのも親近感がある。あ、本当に。でも明坂さんも親近感があるから。あ、本当に、うん、私もでも一方的にはすごいマーヤちゃんを見ているからいろんなツイッターとかに現れます。そう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 、現れる。今月の表紙はこの子とかで現れたりとかするからすごいよく見てくれてる、嬉しい感覚でいるけれども不思議な感じしちゃうね。ねえ、本当です。そうだからボイスドラマも9ヶ月ぶり、うん、そうですね、うん、今回はなんかこの2人で喋ってるとめちゃめちゃ、さっきも言いましたけど、うん、音ちっちゃいじゃないですかそうなのノイズ問題が毎回発生するんですよそうそうそう、 なんか音するねみたいな、多分、うん、部屋の換気の音ぐらいしかないんだと思うんですけど、うん、それを拾ってしまうぐらいの小声そうそう、パワーのない2人だからどうしようもないっていうね多分ドールズ1パワーない2人そうそうそう、あとマダラメさんがでも雪の時だけすごい素直になるというか、
そうですよね。そう、あ、みんなに割とそうではない。うん、特に山田なんかは逆にこう、こっちが手玉に取る感じだから、うん、へー、そうなんですね。あやだとあやの方がツンツンしてくれるから、うん、しょうがないねとか、うん、大丈夫大人なって、そうそうそう、うん、なったりするけど、ゆきだと全部ストレートに返ってくるから。いや、会話ちゃんとしてる感ありました。あー、確かに。お、なんか、あ、こういう風になるんだ。あんま喋らないじゃないですか、その、うん、こうみんなと細かく会話とかよりかはみんなで喋ってるとかの方が多いから、うん、そうすると2人で喋るとこういう感じ、うん、ちょっと老後の夫婦みたいな感じもあるけど確かに静かそう、一緒にいる家、うん、ものすごく静か、そう、家屋に住んでそうな感じはありますね日本の、うん、はい、のんびりでしたけれども ね、はい、こんな感じで、まあのんびりと元気に進んでいきましょう、うん、お願いします。では今より国土調査院放送局極秘放送を発信する。もうすぐ勤労感謝の日です。まだらめさん、いつもありがとうございます。感謝します。こちらこそいつもありがとう。感謝する。この番組はスクウェアエニックスの提供でお送りします。こちら東京ドールズレディオ国土調査院放送局だ。それでは普通歌を読んでいきましょう。マスターネームおむちさんからいただきました。ありがとうございます。あけさかさん、ゲストのまあやちゃん、こんにちは。こんにちは。まあやちゃん、半年以上ぶりの本編ゲスト、お久しぶりです。お久しぶりです、ずっと伝えたいと思っていたことがあります。何、うん、でしょう。ゲーム本編ストーリーの件ですが、ゆき、うん、にお帰りと言いたいんです。あ、プレイされてる方は察しがつくと思いますが、ゆき推し的には辛い時期もあったなと。やっぱり少しアンニュイでホワホワしているゆきが大好きだなと、再度実感しました、うんうんうん、これまでのいろんなストーリーを経て、うんうん、まあやちゃんの改めて感じたゆきの素敵なところ、好きなところをぜひ語ってほしいですと。そうですね、もうなんかこう長いことやってるといろんなことが起きてきて、うん、やっぱしんどい時あったと思うんですけど、うん、結局ゆき演じてて一番楽しい時って、なんかあの猫さんみたいな、そういう日常の瞬間がやっぱ一番可愛いなと思うようになりましたかね。そう、最近そのパープルのフィールが入ったりとかして、うんうん、はい、割とそのパープルが、前回もあの石原かおりちゃんが来てくれて、特にしおりっていうのもあって、あ、全然違う、そう、闇が闇がみたいになってたり来るたびみんながちょっと闇が深くなっていくので辛いシーンが多くってみたいな話をしてたんだけども、そう、最初はこういう面も見れるんだって思って楽しかったんですよ、うん、なんかいろいろこういろんな面ってこう知りたい知りたいってなってたけど、だんだんこう大丈夫かなそう、ね、これってこう見てくれてるユーザーの人とかってどういう風に感じ取ってるんだろうっていう、あ、でもありがとうございますとか、あ、そういうことか、逆にギャップ萌えっていう方もいらっしゃるよね。そっか、そっか、ギャップを感じてもらえればいいのかな、うん、まあ、じゃあ結構 M の人が多いのかななんか確かにユキは、うん、もともと感情がそんなに起伏激しくないっていうところからだから、うんうん、余計こう闇だったりとか抱えてるものを知るとちょっと人間味があるなとは思ってくれるのかなっていうの、ふわっとしてるからこそ、うん、本当はそうだったんだっていうので、いろんな気持ちにはなるかなっては思うんですけどね。だから平和で、うん、こうなんか幸せそうなユキをずっと見てたいなっていう感じですね。いつになったら平和が訪れるのか。いや、本当に平和はなかなか訪れないでしょうイベントストーリーとかにもね、今後声とかちょっとついたりしたらいいのになって思いますけどね、うん、続いてマスターネーム佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。竹坂さん、内田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。11月7日はナナミのドール登録日で、うん、天の弱な一面もありながら可愛らしい反応もあって、うんうん、登録日ストーリーを何回も見ちゃいました、うん、
ナナミとユキはイベントストーリーの心が動く時で2人の関係性が語られてましたね、うんうんうん、うまく伝えられなくて困ってるユキに手を差し伸べるヨギ理解者のナナミはとても尊いシチュエーションだと思いました、うん、お二人にはナナミのような頼もしい知り合いはいますでしょうか。自分は現在絶賛募集中です。いやなかなかね、うん、そんな頼もしい相手誰かな。コンシェルジュみたいな人ですよね。コンシェルジュかな。なんだ、例えば腐れ縁とか、あもう何か言えばやってくれみたいな、うんうん、もう引っ越したい時とかに手伝ってくれみたいな形で、あれそれ万能な感じになってきてるけど、なんか違う、なんだろう、こうなんかこうそうですね、うんうん、支えてくれる人そうとか、なんか自分が落ち込んだ時に電話しても何ってすぐ言ってくれる人みたいな、あーあでもそういう人で言うと、うん、やっぱこう昔からの長い学生時代の友達とか、うんうん、そういう感じですね。うん、もう今のこの業界の友達っていうよりかは、うんうん、全然こっちのことを知らないんだけど、うん、こう分かってくれる子とかは、もう年代年時も経ってるじゃないですか、うんうん、そうすると全然こう違う仕事してたりとか、うん、家族もいるとかってなってると、うんうん、全然違う意見もらえて、ああそういうこともあるよねって思えたりとかするみたいな、うんうん、私そういう感じですね。どうですか。私ね、小学校からの腐れ縁がいいんだけど、長い、全然連絡を取らないのね。あら、年一も会うか会わないかの友達で、でこの前久しぶりに連絡来たから、うんうん、なんかあったのかなって思ったら名探偵コナンに出てたねって。お前の知ったジャンルのことでしか興味がねえんだなと思って。なるほど、そう。仲すごいいいんですか。仲はいい、うん、まあ家行き来もしてたし、うんうんうん、そう全然仲はいいんだけれども、うんうん、本当に何だろう、私が一人暮らしして住所送ったくらいでふーんみたいな感じの感覚でしかないから、あんまり良き理解者でも何でもねえなって思っちゃって。あれ、そう、あれ、じゃあコナンのことだったら何でも答えてくれるかもしれない。確かに、うん、そう、でもコナンは向こうがファンだからっていうだけで全然何の理解も得られない。あれ、そう、大変ですよね。でもその、うん、そこまでいけるって友情を作るというか、うん、友達というか、そこは確かに募集してるな。でもそう、うん、なんか親兄弟でもさ、あんまり言えないこともあるじゃない、うんうん、確かに全部を言うわけじゃなくて、うん、そうそうっていう、そこまでの人か、ね、難しいよね。え、猫に相談。猫？あ、猫飼ってるけど猫に相談。しかも今ね、あの冬眠時期に入ってね、やつは布団の中に12時間くらい生息しているので、全然出てこなくなっちゃった。そうなんですか。本当に猫はこたつで丸くなるってするんですか。いや、もう人の布団を、うん、あの人を押し抜けて入ってる。なんか朝になるといい、そう、勝手に顔面とかを踏みつけて、なんだって押しのけて、ここにするって言って、で、自分が熱くなると人にどけって言って、引っ張ったりとかして、なんていう、あ、猫って本当気まぐれなんですね。うん、猫には相談はできないです。ご注意ください、うん、はい、続きまして、マスターネームのび太さんからいただき、のび太くんさんからいただきました。お、ありがとうございます。はい、あけしゃん、まやさん、こんにちは。こんにちは。まだらめさんをはじめドールズのみんなのことが愛してやまないのですが、うん、そんな中でもゆきちゃんとまやちゃんのことが大好きです。お、ありがとうございます。2020年はいろいろなことを制限される大変な状況になってしまいましたが、うんうんうん、気づいたら残り1ヶ月半切りましたね。確かに。お二人は今年のうちにこれだけはやっておきたいことは何かありましたらお聞かせくださいと。私最近2021年度の手帳買ったんですよ。おで早くも、うん、そう、早くも買って10月スタートみたいなやつだった、うんうん、でこの間買ったので11月に買ったばっかだから、うん、まあ1ページは空いてるじゃないですか、うんうん、だけど、まあ、ここから来年までとりあえず毎日書けるように頑張るってのが今年やりたいこと、うん、あれ書かない人はあんまり全然書けなくて、毎年この時期になると売り出すから買ったりとかはするんですけど、うん、
まあ続いたことないんですよね。ええ、スケジュール管理何でやってるの？スケジュールも全部携帯でやるんです。ああ、そっかそっか。じゃあそんなに書き込む必要もなくなっちゃってんの？そうなんですよ。でもう紙に何かを書くことがほとんどないから、うんうん、なんかちょっとやった方がいいかなと思って。最近よくあの紙にこう自分の気持ちを書き溜めていくとストレス解消になるみたいなのもあって、でじゃあちょっと文字書くかと思ってるんですけど、うん、まあまだ1週間ぐらいなんですけど、うん、そろそろきつい。もうすでに早くない？なんかあの何ですかね、あの、うん、なんかこう書くことはもちろんあるんですよ。今日やったこととか、うんうん、この時間にあじゃあお団子食べましたとかでもいいんですけど、うん、まあね極端に言えばね。そうなんですけど、開けるまでのその本棚に置いてあるやつ取りの開けて書くまでのその3個ぐらいのアクションがめんどくさくなっちゃうんですよね。あーまあね、うっかり寝ちゃったりもするし。そうでもちょっとそれをなんとかこう12月までは、そしたらもしかしたらその1ヶ月のルーティーンで来年までいけるかもしれないと思って、それを今なんとかやり遂げたいと思ってるところです。うん、私今粗大ゴミめっちゃ捨ててますね、うん、断捨離、なんか物が溢れすぎていたりとか、あとまあ一人暮らし始めてちょうど10年くらいになって、そうするといろんなものがガタ来るじゃないですか。確かにそうなので、うん、結構大きめの家具を、しかもあの粗大ごみ12月末になってくると、うん、どんどん区の予約とかが取れなくなってくるんで、うんうん、いや本当そうですよね。そう1ヶ月先とかありますよね。そうなんで、うん、今なるべくそれを先に取って、うん、変えようみたいなのはしているんだけれども、ね、いやもうでもカンパケ類とかをいつどうしたらいいのか分かんなくて。そうあれもうだって場所なくなるんですよね。そうそう、そう、それこそ芸歴長くなってくるとその分こうどうせそうそうとかあのなんだまやちゃんとかもさ、アーティスト活動してると自分のカンパケもあるじゃん。そう CD とかの。そうなんですよ。この間事務所に返しました一回。何したの？そんな手があるの？あの配るかなんかで、うん、あのお使いくださいみたいな感じで、一回返しましたね DVD。 そうか、私ね一回そのスペースクラフトから移籍してるもんで、10年前に、はい、その時にその10年分の子役時代からの全部一括で渡されたんですか？そう渡されてるから、それの処理も未だにできなくて。未だあるんです？あるこの機会を逃しちゃいけませんよそれは。そうあとなんか実家に高校の頃のブルマとかそのまま置いてあって、なんでブルマ置いてあるの？なんかブルマも捨てる機会がなんか捨てるときに、そうね、恥ずかしくない？近所の人にもうあのビニール袋10枚ぐらいで包んで捨てたんだよ。もし捨てるならば。そう透明だからさ、なんか取っておいてほしい気もするな。なんで？なんかもったいない、そのなんか思い出のあるでればさっと捨ててしまうにはちょっと惜しい気もする。なんかねえ、せっかくだからあのパジャマとして履いてくる。嘘でしょ。やだよ、なんか配達員が来るたびにブルマの状態で出ていく私って。でなんかあの長めのパーカーとかカーディガン羽織って足めっちゃ出てる。やだ、恥ずかしい。あのうちの人行ったらいつもなんか初めて出てる。やばいやつじゃん。いやでもね、物捨ての大変ですからね、頑張ってください。そう頑張って、とにかくブルマの捨て方をなんとか考えないとなですね。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてこちらリスナーから開発スタッフへのお便りでございます。はい、マスターネームヤーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。開発スタッフさんに質問です。非常に欲に忠実な質問で申し訳ないのですが、ドールたちが腕を上げたりスッと体を動かすと胸がよく揺れるのはスタッフのこだわりなのでしょうか？なるほど。こちらに対して、お世話になっておりますモーション担当です。ご質問にありました胸の件につきましてモーションリーダーのこだわりになります。ほー。通常バストが揺れる起点は、バストの中心に置くことが普通ですが、揺れる起点をバストの中心ではなく肩甲骨あたりに置くことで、まるで北海道の大地のようにより大きく包まれるような揺れ方を実現しました。これからもご堪能していただけると幸いです。よろしくお願いいたしますと。リーダー？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 そうなんだ。こうセンターではなく、肩のあたりに起点を置く。そんなことできるの？すごい、そこから揺れるようになってんだ。じゃあ上向きに揺れてるってこと？わりかし引っ張られるみたいな話、うん、何そのこだわり。
いや確かにやたら揺れるなとは思ったんですよ。いやそう、ちゃんとねこう揺らん揺らんって。そうですか、リーダーあそっか、実験もされてるってことですよね。っていうことでしょうね。360度いろんな箇所に置いてここかここかって言ってここかみたいな楽しかったろうなそうですね、これはもう堪能していただきたいものですね、うん、ね、続いてはね前回のゲスト、しおり役の石原香織ちゃんからの質問でございます。はい、しおりが好きなものは何ですか、あと1回でどれくらい食べられるのですかと。これあのホーム画面でね、うんうん、あのドールズでホールケーキ食べてる絵なんだけど、それが切り分けられてるものがしおりの上にしか載ってなくて、これは一人で食べてるのかねって聞いたら、なるほど、一人で食べてらっしゃいますっていう答えが来て、じゃあどれくらい食べれるんだろうって話になって、あどうなんですかね、はい、こちら、明坂さん内田さんいつもお世話になっております。お世話になっております。ドールの健康管理担当補佐です。なお担当責任者は美奈先生です。しおりさんが一番好きな甘いもの、うん、それは前回の放送にも出ていましたホールケーキです。あそうなんだ。それぞれが望む分をその時々で切り出すこと、切り分ける相手がいることを含めて好きなので、うんうん、特に味の好みはないようです。ちなみにしおりさん自身はみんなの望む量を切り出したいので自分の分は最後に回したい気持ちがあるのですが、うん、他のメンバーはしおりさんが一番最初にどれぐらい自分の分を切り出すのかを見てしおりさんの現在のテンションを見極めているとか。多めに取るときはかなり機嫌がよくなるほど、ね、少なめなときは何か気になることがある。あなんで集合写真のときは上機嫌だったようですねと、うんうん、次にしおりさんが一度に食べられる量は、うんうん、最大値だいたいさくらさんの3倍。めっちゃ食べる。辛いものを食べるときのゆきさんの2倍くらいどう、すごいな。ただ毎回多く食べるのではなく時々急に大食いテンションになるだけで、うん、普段は普通の食事量。ただ体重計に遭遇もしくは雪、レーナあたりと更衣室などで遭遇することで、うんうん、何かを察し急に何も食べなくなる時もあるようです。あじゃあまあ、うん、体型に気を使ったりもしてるけど、うんまあ、テンション上がっちゃったら食べちゃうってことなのかな。うんうん、でも人の3倍食べてってなかなか相当ですよ、うん、でも細いけどね、うん、十分、しかもいいところに行き渡ってるよね、うん、そう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 、ちゃんとあのその起点がそうそうそう揺れるそう北海道の大地のような方に行ってるからね。そうそうそう、それも十分では、十分、うん、なるほど。ホールケーキが好きですか、ね、そうですか、そうですか、まあ、みんなと食べるのが好きなのがちょっとしおりらしいですね、うんうんうん、はい、そしてですね、はいはい、こちらあのゲストさんからも開発スタッフへの質問が受け付けられるんだけども、うん、お、あ、じゃあ、うんうん、私からはゆきって、うん、まだらめさんのことどう思ってるのっていうの聞いてみたい。おー、こうもう会話をしたりするけど、うんうんうん、あんま内面というか気持ちを喋る子でもないから、うんうんうん、ぜひそれを質問したいと思います。はい、じゃあゆきのまだらめへの気持ちを聞いといてください。あーなんかこれしかもさ、まえちゃんが多分いない時に言う感じになるでしょ私がドキドキしちゃうよね楽しみはい、ドキドキしながら待っております。以上、ふつおたでした。ドールズ愛活募集。このコーナーでは裏の顔は国家所属の戦闘組織ですが、表の顔はアイドルであるドールズにやってみてほしいアイドル活動を募集しています。面白いアイデアはゲーム内イベントで実際に採用される可能性もあります、うん、前回はですね、第3弾としてマスターネーム宮金涼さんのドールズバーガーはいかがが実施されました、うんうんうん、なんかみんながドールズがいろんなバーガーを作るっていう感じの、うんうんうん、はい、楽しんでもらいましたかね。すごいね。うん、それではですね、第4弾を目指してお便り紹介していきましょう。はい、お願いします。マスターネーム茶沢さんからいただきました。ありがとうございます。今回ドールズのリレー小説を提案します。なるほど。童話といったテーマに沿ってドールズが順番に話を作っていくというものになります、うんうん、9人のドールは各々魅力的な個性を持っています。この個性を利用して、
例えば美咲の、金言実直な話から一転ヒヨの快活的な話やレーナの優雅な話への急展開といった各ドールの性格やキャラクター性が反映されたアドリブ性あふれる話をつないでいくと面白いものになると考えてます、うんうん、個人的には読書好きで聞き上手のしおりが企画統制に向いていると考えておりますと、まあ、誰かまとめてくれる人がいると良さそうですね。ね、そうそう、ね、確かに赤ずきんとかアリスの衣装は今までにもあったんだけれども、うんうんうん、リレー小説はなかったなっていう。確かに、うん、ない、うん、いやまたどんなになるんだろうか。いや山田は絶対に毒が出てくる気がする童話だからなんか不穏だな、うん、全員にロックリンゴ食わすみたいな。いバッドエンドそれありそうな。それをどこに持ってくるかですよね、うん、オープニングのその最初からやるともうその状態スタートになってしまうから確かにみんな瀕死のところからスタートするそうそうそう起承転の点ぐらいかな、うん、確かに、うん、でケツを誰が持ってくるかとかね、誰が平和に収めてくれる人になんとかこう締めていただいて、うん、どうね面白そうですけどね、うん、さくらはまあでも冒頭の方がいい気はする。あ、よさそう、うん、もうあの一番こうなんかのんびりのほほんとしてる感じも良いし、そうそう元気に明るく始まって、うん、いいないいですね。雪はどうかな。雪の場所が難しい、ね、雪はですね多分、うん、あの話がこう始まって、うんまあ、間ぐらいで一回こう休憩のところを担当するページ1枚開けてそこで猫と戯れてて、うん、てんてんてんあの一時ご休憩くださいのページって何も物語が進まないまま次の人に行くっていうありそうだな。あれ内容書けなくて寝てしまいました次ですってなる予感がしますけどねあれあの一瞬何だったんだろうみたいな。あれなんか雪書いてたみたいな書けませんでしたそれはありそうだな。はい、はい、楽しそうですね。楽しそうですね、うん、続いてのね第4弾が誰になるのかちょっと楽しみですけれども、ね、楽しみです、はい、以上ドールズ愛活募集のコーナーでした。東京ドールズレディオ国土調査院放送局。 UFO を手に入れました。買えるんですね UFO って。雪を徹夜させるおつもりですか。このコーナーは3分で眠れる入眠スキルを持っているユキをなんとか徹夜させるコーナーです。ということでマスターの皆さんから徹夜のお誘いを募集しました。早速ユキを誘っていきましょう。まずはマスターネームホッケさんからです。今年は1ヶ月早くサンタさんが来るみたいだから起きてたら会えるよ。1ヶ月前からごめんなさい眠たいですあ、ダメだったんだ。いやなんか睡眠をこう邪魔してくるものは何であってもダメな気がする確かに誰が呼びに行っても寝てる間はね。サンタさん通常の営業で頼むはい、じゃあお次、うん、マスターネームひらがなのプリンさんからです。明日の仕事の台本間違えて渡していたみたい。これが明日の台本ね。重いから気をつけて。ありがとうございます。う、はい、頑張ります。かわいそうだよ。あらららら。いやもうなんかそんな髪は重たいですからね。でも結構前日私に限ってすごい台本の冊数みたいなあるよね。あ、これいつ寝れるかなのやつそうそうそうありますね。もうこうあのなんかリュックサックとかに、うん、その台本をバンって入れた時にゴニャンって重いとなるじゃないですか。あれがすごくもうあのサイズ の, あのクリアファイル欲しいんですけど。そうね、分厚いよ作ってほしいよ ね, 欲しいですよね。あれは悩みですね。うん、はい、じゃあお次。マスターネーム小下さんからです。今夜だけ日本でもオーロラが見えるらしいんだ。厚着して冬の夜空を見に行かないか。オーロラ、はい、見に行きましょう。わー、オーロラ
かね。オーロラは見たい。確かに向こうでもね、1年に何度かしか見れないんだもんね。見たいですね。だって旅行で行っても見れない時もあるって言いますよね。そう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 。そのまま帰ってきちゃうとか。あります、見たこと。ないよ、行きたいよ。行きたいですよ。日本では見れるとこないのか。どうなんだろう。なんか北海道とか見れそうな空気はイメージとしては寒いしみたいな、ね、流氷のあたりで見れそうみたいな。そうそうそう、そんなもうレベルじゃないぐらいもっと北なんですか ね。やっぱ国をまたいで飛んでいかないとダメなのかな。よくどこでしたっけ、フィンランドとか見れるって言いますけど、ね、行きたいな。北欧行ってみたい、ね、あでも今夜だけって書いてあるから、うん、やっぱ日本でも見れないのかもですね。やっぱりね、見てみたい。じゃあ次、マスターネーム梅島さんからです。明坂さん、のやさん、こんにちは。ユキを徹夜させるためにマダラメさんがコーヒーを入れてくれました。ユキは猫舌なのでふうふう冷ましながらゆっくり飲みます。大好きな辛い食べ物が載った雑誌でも眺めていればあっという間に時間も過ぎて徹夜させるのも大成功じゃないでしょうか。私も普段こんな感じでドルラジ楽しく拝聴させてもらっていますと。おーおー、へー素敵。ええこれはユキで答えるの。うん、まだらめがコーヒーを注いで入れてくれて、あ徹夜ね、うん、あじゃあいきます。いいですね、読みましょう。おー、はい、いやこの状況だったらもう一緒に雑誌とか読んでのんびりできるんじゃないですか。うん、でもマダラメなんで徹夜させたんだろう。確かに。だいたい早く寝ろって山田とかに怒りに行ってますからね。なんだろう、お話ししたかった、おしゃべりしたかったのかな。ちょっとユキの様子が気になっちゃった。かわいい。かわいい。はい、うんうん、えーえー、見えるの。待って、11年おきやばい。15年5年前最近じゃないか。待って、じゃあ次に私たちが見れるのは2021、あ、じゃない、26年。わあ、めっちゃ先だな、待って、6年後でしょ。あ遠いな。うわ、どうしよう、38まで待つか。そう、年齢的に頑張れるかな。考えちゃう。はい、はい、ではでは、以上ユキを徹夜させるおつもりですかのコーナーでした。この後は私のソロコーナーです。東京ドールズレディオ国土調査院放送局。私気づいていました。改めましてドールハウスへようこそ、ゆき役の内田真彩です。はい、ですね、この久しぶりにこの11月17日の放送っていうのは本編の方に私出させていただいておりまして、皆さん、まあまあ改めてになるんですけど、久しぶりに明坂さんとお話できて楽しかったな。そう、この収録はですね、明坂さんと本編を撮った後に撮ってるんですけど、いや盛り上がった。みんなもさ、まあ、本人にはさ強くは言わなかったけど、ブルマの明坂さん見たくない？いやだって持ってるっていうのも、買ってわざわざ履いてねっていうのってちょっと私おかしな人かなって思うけど、家にあるっていうんだったらさ、それを出し惜しみする必要もないのかなって思っちゃって、まあそれをこうなんかジェラートピケとかで合わせておしゃれな感じで着こなせばなんかいける気がするんだよね。私なんで、なんで、まえちゃんならいけるとか言わないで。いや私は持ってないから、私なんだったらブルマ世代じゃなくてさ、よく履くショートパンツっていうの、膝丈ぐらいのやつだったわけですよ。あれもね、だからちょうど多分切り替えぐらいの時だったんじゃないかななんて思いますけどね。どうなんでしょう、今はもうないと思いますけど、もしかしたらショートパンツ自体がなくて長いのだけになってるかもしれないし、いや懐かしいですね。もしそれ履いたなんて話があったら皆さん教えてください。私はずっと期待しています。はい、ということで、このコーナーではですね、ふとしたことで興味が移っていくユキが気づいた、普通の人は見逃してしまいがちな何かをお便りで送っていただくコーナーです。それでは早速ユキの気づきを紹介していきましょう。マスターネーム恋スタさんからいただきました。新しいラーメン屋さんに入った時、
おすすめと書いてあるラーメンを頼めば外れはありません。はい、いや確かに私もこれ同意見。っていうかラーメン屋さんでこう最初に入るときって、まあ味噌ラーメンと醤油があったとして、味噌おすすめって書かれてたら醤油頼む人なかなかいないんじゃないかなと思います。本当にこうなんかたくさんあの醤油の方を作ってるんだろうかって疑ってしまうし、これは間違いない、外れはありません。その通りです。じゃあ次、マスターネームひやにゃんこさんからです。食パンを食べようとしたらパンの袋にエネミーを発見しました。食事優先です。大変じゃないですか、そんなことあったらどうするの。え、なんかあ、ん？これはもうあの大変、あ、これでねパンの袋、パンの袋のこの、 あのプラスチック の、 あのバッククロージャーというやつをエネミーと言ってるようですね。あ、なるほど、みんなよくパンを食べる時までよく見ていますね。確かにこれみんなついてる。でも私これあの大体、パンを食べたらこの袋のやつは取っちゃってベランってこうベランってパンで押さえてしまう派ですはい、ということで、以上私気づいていましたのコーナーでした。ここからはゲームの告知コーナーです。まずは現在実施中のお知らせです。新 UR カードドールズライブが11月21日土曜日まで登場中です。カードにプラスして新髪型ミディアムロングと衣装オフパーカーが入手できます。また東京ドールズ公式アカウントフォロー&該当ツイートをリツイートで各ドールの UR カードが抽選でもらえるリツイートキャンペーンも実施中です。ちなみにカードの限界突破や交換所でよりファスナーが開いた衣装オフパーカー2分の1や5分の1が入手できます。さらに長さの異なるソックスを入手できます。マスターの思い描くドールに一番似合うスタイルをぜひ見つけてください。すごくないですかこれ。なんかすごいリーダーかな、リーダーがやったのかな、ね、あそうさっきのさっきのやっぱりこの起点を考えてリーダーが起点リーダーでも限界突破の仕方がさ、うん、いやそうなんですよ。そうちょっとこれ通常のオフパーカーでも結構、はい、空いてますよね。空いてる、うん、2分の1から5分の1はもうもはやもう、ね、だっておへそもでも解放されちゃってるし、もうそうこの状態でもちろん揺れもアクションとしてありますからね、うん、すごい。いやもうこれはなんかこだわりにこだわり抜いた靴下の長さもすごい全然違うんですよね。本当だすごい、すごい、すべての需要を叶えていく本当、優しさあのスキルドーマガムの方もだいぶセクシーになっておりますよ ね、 よろしくお願いします。お願いします、はい、そしてメインストーリーケース02第3章4話から6話こちら公開中です。ナンバーズのディオが 3D モデルで登場します。11月18日水曜日までメインストーリーの消費 VP が半分になる強化キャンペーンも実施中なのでぜひチェックしてみてください。そしてそして感情レベルを64から66まで解放しました。これに伴ってフィールストーリー28話が追加されました。さらにパープルフィール4段階目の新クラスが登場しております、うん、前回同様ですね、あの皆さんにはゲーム内で聞いてほしいんですけれども、うん、我々はこれからちょっと耳で返してユキのパープルフィール4段階目を聞いてみましょう。つらいつらいそうか こう来るのか、うん、なんかずっと眉間にしわ寄ってそうな、なんかっていう、いつもよりちょっと感情出てますね、うん、やっぱりね、すごく人間的な、うん、あ、またでもしおりを前回聞いてるから全然違う、うん、そうもっとなんだろう、なんか切なさもあるな、うん、なんかうちで悩んでる感じがすごく伝わってくる、うんうん、確かに、うんうん、はい、なお
おなじみの今回のウェブラジオ更新記念の100メモリアンを11月30日月曜日まで配布しております。ぜひ受け取ってください。続いて今後実施予定のお知らせです。イベント現役アイドルが生配信やってみたが、明日11月18日水曜日15時より開催されます。チーム C の限定衣装学生服春バージョンのほか、復刻 SR ファッションリーダーがもらえます。これ結構可愛らしい感じでしたね、なってますね、うんうんうん、ファッションリーダーちょっと山田が攻めてますけどねいや本当、うん、なんかちょっといつもとも違うというか雰囲気が変わった衣装で、うん、季節ぴったりな感じです ね学生服も可愛いし、あのタイツが好きですね私。あーいいね、ちょっとお嬢様って感じが、ね、なんかこの黒タイツが、うんうんうん、何デニールかなっていうデニール、80デニール透けそうで透けないギリギリ感、ね、透けないぐらいあったかいやつっていう、うん、いいですね。はい、はい、そしてチーム B の新曲がついた新 SSR サンダーラインが11月23日月曜日よりついに登場します。カードのほか限定衣装トリニティベータが入手できます。さらにメインスキル発動時には新楽曲サンダーラインをフルで聴くことができます。なお11月21日土曜日からはこのカードが当たるリツイートキャンペーンも実施予定です。はい、うん、これかっこいいですよね。かっこいい、あの、うん、演出がいいよね動画のね、うん、すっごい踊ってたすんごいなんかバキバキにふーそうノリノリライトがパーンって入ってみたそうそうなんかいいですよね。うん、なかなかなかったタイプだなと思って、ね、うんうん、はい、はい、最後にアプリ内のお知らせです。ロードマップで告知していた西新宿の事業所とのコラボレーションのタイトルは、うん、ありすぎやアイゲスです。イエーイ、初出しですねこれね。はい、ありすぎやでした、うん、こちらコロプロさんの武装カスタマイズアクションゲームとなっております、うんうん、私はちなみにカネシアシタラというキャラクターで出演してます。はい、ちなみに私はですね、うん、非戦闘員なんですけど、はい、安藤陽子という役で、なんか同じ立ち位置的な感じですねそう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 、こっちと全く同じような、ちょっと一歩引いてみんな見守る役を、まああっちも30年齢的にもね近い感じですけどもねそう、これね、あのコラボが決まったということで、うん、あのこれね、うん、ドールズのユーザーはマスターと呼ばれてますけど、うんうん、アリスギアのユーザーは隊長って呼ばれてるんですよ、うんうんうん、そうそう、そんなのがあったりとかして、はい、はい、こちらね早速コラボ決定記念リツイートキャンペーンが本日の11月17日火曜日の15時よりスタートします。アリスギアと東京ドールズの公式ツイッターの対象ツイートを両方ともリツイートすれば応募完了です。両タイトルの書き下ろしキービジュアルが描かれたコラボタペストリー2点セットが抽選で10名様に当たりますよ。これすごいよね。すごい可愛いんです。だってこれ多分アリスギア の、 あのイラストレーターさんと、うんうん、ドールズのイラストレーターさんが、そうですね、ねえ、これはね両方とも素敵、うん、衣装もそれぞれこう着てやってるんですけど、これがまたいいんですよね。可愛いです。いや嬉しい、待望のっていう感じで私もとっても嬉しいです。なんとですねこちらのタペストリー、うん、あのアリスギアの方は、はい、島田文香音先生の書き下ろし、はい、ね、すごい素敵、ね、いいですね。さらにですね、隊長&マスター応援キャンペーンが同じく本日の15時からスタートします。メインストーリー進行やログインすることで東京ドールズ側では季節限定 UR 確定ガチャチケットや最大1500メモリアがもらえるキャンペーンを実施します。もちろんアリスギア側でもキャンペーンを実施しますよ、うん、さらに書き下ろしコラボ4コマ漫画の掲載も始まります。おはい、脚本ずんだコロッケ先生、作画泉セラ先生による書き下ろし4コマ漫画を11月19日木曜日お昼12時から11月30日月曜日まで掲載します。連動したキャンペーンも実施しますので合わせてご期待ください。うん、うん、これそうチームシートあとシタラがそう出てるね。そう割とそうシタラさんが割と、うん、あの絵だけだときつめのキャラなのかなって思ったら、うん、
山田ゆるーんいんですよ。どっちかというと山田に近い、あのね、なんかあの、うん、ネットの世界で大活躍みたいな感じなので、そういうのに強いので、シーとは結構こう、あの、融合できるというか。波長がめっちゃ合ってて、さらさら読めましたね、この4コマ。あ、最初からいたかなぐらいの。そんな馴染み方してましたね。ちょっと面白いので、うん、ぜひ皆さん見てみてください。ぜひぜひ。はい、ちなみに、明日、11月18日水曜日15時頃から、両アプリで特設サイトも公開予定です。さらに11月26日木曜日の夜に両アプリのキャストが出演するコラボ生放送も決定しました。おー、イエイエイ。はい、ということで今回は概要を駆け足でお伝えしましたが、キャンペーンやアイテムの詳細情報は特設サイトやコラボ生放送にてご確認くださいね。その他詳細や最新情報はアプリ内のお知らせをご確認ください。なお、アプリ内では2021年3月までのロードマップを公開中です、うん、そちらも要チェックです。以上、お知らせコーナーでした。東京ドールズレディオ国土調査員放送局。パリパリしていて美味しそう。マスター、一緒に食べますか？お送りしてきた東京ドールズレディオ、そろそろ忘れられてしまう時間になってきました。今回のジングルのユキのセリフはマスターネームコリドラスさんと、ひらがなのプリンさんからいただきました。もうそうだよね、レコードの存在知らないよね。いや、そうそう、うん、もうどっちも全然なんだろうこれみたいな。でも食べないでと思いました。確かにもうなんだろう、遺産がなくなっちゃうからそれだけでね。エビセンみたいなものだけど。違うよユキ。さて、この番組ではたくさんのお便りをお待ちしております。メールアドレスはdolls@onsen.ag dolls@onsen.ag です。なお、番組ホームページのメールフォームを使うと簡単にお便りが送れますよ。また番組ではお便りを送ってくれた人の中から抽選で1名様にゲーム内で使用できる SSR 以上確定 UR10% ガチャチケットをプレゼントします。では今回の当選者発表します。じゃあ引いてもらいましょうかね。はい、この人、マスターネーム佐藤さんです。おめでとうございます。なお、プレゼントをご希望の方はお便りにゲームのユーザー ID を追記してくださいということで、まやちゃん、うん、9ヶ月ぶりの今回の番組いかがでしたか？楽しかった。あっという間でした。いつも一人だもんね、孤独に。そうなんですよ。なんかもうずっとこう喋り続ける、あのこう自説的なものをずっと言い続けるっていうのを繰り返してるので、うん、一緒にねおしゃべりするとすごい楽しいなと思いました、うん、そしてなんかこう突っ込みつつもいろいろと今回のあの5分の1パークがやっぱり印象が強くて確かにね。だんだんね攻めてきた、この4年目にあたって。いや、うん、そこがなんかいいですね、うん、らしさ出てきて、うん、また来てくださいね、はい、来たいです、はい、そしてですね、次回の放送なんですが、コラボ生放送との兼ね合いでレギュラー放送お休みします。ごめんなさい。なので次のレギュラー放送の更新は12月の15日火曜日となります。ご了承ください。その分コラボ生放送でお楽しみください。それでは次は生放送でお待ちしております。お相手はまだらめ刹那役の明坂さとみと、ゆき役の内田真彩でした。それでもラジオは生き続ける。みんなから忘れられたこの世界で。この番組はスクエアエニックスの提供でお送りしました。共に歌